こんにちは。アロハ。なんかユウスケがファーにお連れするって聞いたんですけど、はい、ファー食べたことあるんですか？あるよ。あ、あるんですか？割と好きですよ。本当ですか？はい。そのチャイナタウンの美味しいところあるんで。行きましょう。ワイキキ一のフォーに。ワイキキ一のあれ。ハワイ一じゃないですか？ハワイ一。僕はそう思うんですけどね。じゃあ行きましょうか。すごいね。お願いします。これからファーを食べに行きます。ファーなんよね。そうだそう、フォーじゃない。ファーですよ、あれは。そう、ファーですよ。ベトナムの麺料理の、はい、今日はフォー、ファーですよ。今日は営業将軍の慎吾21も一緒に来るそうで、フォー思んないし、なんもないから絶対あらす。どこ行くんですかとか聞いてくれないんですか？どこ行くんでしたっけ？今日は僕が思うハワイで一番美味しいファーのお店に行きます。はい、チャイナタウンにあるんですけど、カルチャルプラザの中にあります。マジで？はい。チャイナタウン、はい。行かれたことあります？ありますよ。あんまり。でもそのお店はない。そこはない。その方のお店はない。俺今日2時からアロハプロパティさんにブログの説明しに行くんだけど、間に合うかな？今12時。今12時ですよね。2時間かかんないじゃないですか。唐川通りです。あそこの右、ここら辺に見えるのがあのフォービストロ2っていう黒い看板が見えると思う。あ、いや、これちょっとこれ映せばいいや。あ、こっちで映せばいいですね。これバックミラーつけるから。見えない ビジネス街関係なしちゃうの？いや、そういうことですよ。歩道は走っていいらしいです。でもビジネス街はダメってこの間調べました。へえ。でもワイキキとダウンタウン以外では捕まえないらしいですね。捕まえる必要性がないんで。なんかよう分からんから、とりあえずチャイナタウンの説明して。はい。チャイナタウンです。右手に見えるのがなんていうんですか、カルチャルプラザ。カルチャルプラザやな、これな。チャイニーズカルチャルプラザですか？うん。グッドラックとかこういうヤムチャのお店があるんですよね、前に。美味しいらしいですよ。はい。でも今日行くのはあっちの。はい、そうです。左にパーキングがあります。おかしいな。ちょっととりあえず止めますよ。いや、こっちであとはカットします。メニューに載ってないんですけど、レアステーキと、ビーフボールとブリスケットのコンビネーションが僕好きなんですよね。メニューください。ファーの店に来るとこれがどこにでもありますね。使うのはだいたいこれとこれかな。それはチリソース。よくわからない。僕はあんま使わないんですよね。これで僕使うんですよ。これが、サラッチャです。どこのなんですかね、これって。はい、サラッチャって言うんですけど、これすごい辛い。辛いですね。で、これがホイスなんか、テイメージャンじゃないんですけど、味噌、甘いやつです。甘いソースです。辛いソースに甘いソース。必ず。もったいないですもんね。ちっちゃいよ、これ。Thank you.
もっと似合いそうだからあの、僕スープが来たらすぐ野菜入れるようにさっきちぎっとく。幸せな瞬間です。なんちゅう葉っぱなんやったっけ。これタイバジルです。タイバジルで、こっちがコリアンダ、ギザギザしてるやつ。こっちの方が匂い強いんですよね。どっちも入れない。どっちも入れますね。いや、苦手な人はこれが嫌やねんな。ダメですよね。一緒だ。シンゴはダメなんやったっけ。僕は、うん、食べれますけど、うん、あんまり。そうですね。ここに置いてあって入れるかって言われたら入れないんです、うん、入ってたら食べますけど。どうです、入れます。入れます、入れます。あ、本当に。真似してちぎろう。編集長も最近あの影響されて葉っぱを入れるそうになったそうです。 なったそうです、ないです緊張してんの。いや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 、嬉しいんですよね。ゆうすけの影響です。さっき葉っぱそのまま食べてましたけど。いや、最近さ、葉っぱの量も増えてきたんよね。余るよね。余らず。いただきました。おー、あ、肉はついてないんですか。3種類ぐらいしかチキンとか。へぇ、これか。これです。これですね。ヌッペオです。ヌックベオ。ヌックベオ。はい、編集長が入れますよ。この肉うまいんですよね、この肉。あ、ちゃんと凍ってます。凍ってます。やっぱ凍ってないとそうやってあの薄くできないんですよね。あ、いっぱい入ってますね、編集肉ね。え、全部入れないと後々すごい生のが食べてもらえる。そして一個一個で溶いてもいいですよ。じゃあ取ってる。取ってますよ。で、この葉っぱを入れるんですね。バーン。映ってないですよ、いいですか。もやしをバーン。あ、もやし入れた。あれ、もやし入れちゃうんですか。こんな感じで入れちゃいただきます。入れます。なんか葉っぱ食ってるみたいね。ちゅうかあのサイズが違うんですよね。ちょっと間違えられたと思うんですけど。肉はいつ入れるの。肉は葉っぱの後です。葉っぱの後なんや。はい、葉っぱ多いですね今日。多分器がちっちゃいせいで。代をお願い頼んだつもりが中が出てきますね。はい、で、まあ、でも美味しいですよ。辛いですか。美味しいですよ。いいですか。はい、美味しいです。辛いですか。美味しいです。美味しいです。よかったな、ゆうすけな。ゆうすけ、よかったな。美味しいでしょ。いや、美味しいですよ、ね、って美味しいって言ってもらってよかったなって。嬉しいですね。誰もゆうすけの感想聞いてないから。うまいでした。完食です。美味しかった。うまいっすね。お店に入ってきた時からこのスープの出汁の香りがほわーんとしてきて、もうそこから美味しいって分かってましたね。